今年も第105回を迎える全国高校野球選手権大会が開催されています。ある審判員が選手に語りかける様子が関心を集めているのをご存知でしょうか。従来の黒子のイメージとは異なり、選手を鼓舞し続け、時には観客をも勇気づける姿勢に人間味があると共感を呼んでいます。その審判員の名前は山口智久さん。山口さんの審判員としての行動には、いつも選手に寄り添い最大限の配慮を感じ取ることができます。今回はそんな山口審判員と高校球児たちの感動エピソードを紹介したいと思います。点取った後切り替えていこう。さあ、いいバッター行くよ。ここが勝負どころ、全員で行こう。試合中に聞こえる掛け声、ベンチから出ているものと思いきや、選手のものでも監督のものでもない、この声の主こそ山口審判員です。私自身は試合に集中しているので、注目していただいているなんて全く知りませんでした、と笑う山口さん。一時観客が制限され、歓声は少なく、花である応援団もいない中、響いているのはセミと選手と審判の声でした。グラウンドで発せられる音が耳に入る結果、山口さんの明るい声かけが観客の興味を引くことになりました。大声で盛り上げる山口さんの掛け声に呼応したのは選手はもちろんのこと、観客たちは感化され、ネット裏から自然と拍手が沸き起こり、あの審判の声かけ面白いねと言われるように、なぜ審判員として声で選手たちの背中を押すのか、山口さんは真意を明かしてくれ、特に学生野球の審判員というのはジャッジはもちろん大事ですが、選手を盛り立てるような声かけが大事だと思っています。学生野球には教育的立場もあるので、プレーがかかれば厳しくすることもあれば、イニング間に関しては気を使って選手を奮い立たせるような声をかける、ゲームをコントロールする上で大事なのではないかと思い続けています、とかける声にもこだわりを持っている。審判も選手も同じ人間です。審判員が判定屋にならないようにというのがモットーで、特に意識するのは7、8、9回の3イニング。野球においてはすごく大切なイニングなので、そこに向けていかに選手を集中させていくか。あとは序盤の1から3回も大事。両校平等に盛り立てる振る舞いを心がけます。とプレイヤーへの深いリスペクトが伝わります。こうして選手と一緒にゲームを作る共同作業で盛り上げているそうです。最初は恩返しで始めた審判員でした。山口さんは大宮南高校で外野手としてプレーし、3年夏は県準優勝と甲子園へあと一歩に迫りました。その後、明治大学野球部では1年先輩の鳥越雄介、1年後輩の野村克則らと練習に励み、出場こそなかったものの、4年生では三塁コーチャーとして神宮のグラウンドに立ちました。転機は30歳の時、ホテル業に従事していましたが、OB の吉波達也氏から各校の野球部 OB が務める東京六大学の審判をやらないかと誘われます。前任の明大 OB が勇退し、後任としてオファーが舞い込んだのです。練習でも審判をやった経験はなくて、最初は母校に恩返しするつもりで東京六大学の審判員だけ頑張ろうと思っていたのですが、と語る山口さんですが、気づけば甲子園、都市対抗と高校から社会人まで幅を広げ、アマ球界の名物審判にまで成長していきました。16年にはアマ野球審判員として初めて国際審判員のライセンスを取得し、侍ジャパンが優勝したプレミア12では国際大会の舞台にも立ちました。審判員の魅力とは何なのか尋ねたところ、1試合を終わった時の達成感、試合にはうまくいかないことも必ずあって、次の試合に生かそうという向上心が生まれる。その達成感と向上心が審判員として感じる魅力でしょうか。あとは選手と同じグラウンドでスタンドからの歓声を体験し、鳥肌が立つような緊張感も魅力かもしれません。選手は打者ならホームラン、投手なら完封をすれば分かりやすい成功。しかし審判員には失敗はあっても成功と定義されるものがありません。
まず一番に考えるのは、何もトラブルがなく普通に試合を終えること。そこに僅差とか大差とかはあまり関係ない。試合中は苦しいことしかないですが、終わった後に清々しさを感じられることにやりがいを感じます。グラウンドで起こるプレーは二度と同じものがありません。だからこそ審判員は奥が深く、ゴールもないと熱く語られています。特に印象に残っているのは、2019年全国高校野球選手権大会2回戦球審を務めた明石商対花咲徳栄。ネット上で大きな話題を呼ぶ出来事の当事者となりました。7回、明石商の投手の投げたスライダーがすっぽ抜け、右打席の花咲徳栄、菅原健心に当たった場面です。この時点で山口さんは、あのボールは避けきれない、死球にしようと判断したそうです。ただ頭部死球だった場合、高校野球は臨時代走を指示する必要があるため、最初にどこに当たったと声をかけたところ、菅原選手から返ってきたのは、自分の避け方が悪くてすみませんとの声でした。驚いた山口さんは、どうしてと聞いたら、避け方が悪いのでヒットバイピッチではありませんと言ってきたそうです。まさかの返答に山口さんは、正直なところ迷ったと言います。打者からの自己申告を受け入れていいのかという葛藤があったからです。普通は審判員の判断でヒットバイピッチかもう一回打つかを決めなければならない。状況的に見て自分から当たりに行っているわけではないので、本当はヒットバイピッチにしなければいけないと思うけれど、スタンドのお客さんもやり取りを見ており、フェアプレーということもあったため、自己申告を受け入れようと判断し、後で審判長に怒られてもいいやと思い、打ち直しで立たせたと語っています。すると直後の初球を菅原選手が豪快に本塁打を放ちました。当時の自己申告を試合後の会見で話し、菅原選手の振る舞いがフェアプレー弾と報道されましたが、球審を務めている山口さんの目線で当時のやり取りが明かされるのは初めてのこと。結果的にドラマを演出することになりました。もちろんホームランを打つなんて私も思っていませんでした。ホームラン自体は結果論でしたが、自己申告のフェアプレーという判断でこのプレーを生かそうと思いました。あれが公式戦1号とのことだったので、本人も親御さんも嬉しい一本だったと思いますが、私としては花咲徳栄から伝令が出ることもなく、逆に明石商の星も申し訳ないですと謝ってきたので、球審ながらいい光景だなと思って見ていましたと語っています。その後、何かの縁か菅原選手は山口さんの母校である明大に進学し、再会した際には当時の話題になり、よく初球でホームランを打ったねと初めて直接ねぎらいの声をかけたそうです。こんな風に審判員ならではのドラマに遭遇することも魅力の一つと話しています。悪天候に悩まされた2021年全国高校野球選手権大会1回戦の第1試合は、大阪桐蔭が東海大菅生に7対4で8回表途中降雨コールド勝ちをしました。山口球審は試合終了の際、両主将を呼び、この状態の中でいい試合をしてくれてありがとうとねぎらいました。8回表、3点を追う東海大菅生が一死一二塁としたところで、山口球審は中断を決意しました。雨でグラウンドがぬかるみ、ゴロが止まって内野安打になったり、ファールを打った打者のバットがすっぽ抜けるシーンもありました。選手が怪我をしてはいけない、これ以上は続けられない。32分間の中断の末、グラウンドに再び出た山口球審は両校の主将を呼び、申し訳ないがグラウンド状態が悪いので、ここで試合を終了させてもらいますと伝え、後輩たちがまたここで対戦できるように頑張ってほしいと思いますと話しかけました。2人の主将が挨拶をし、ベンチに戻ったのを見届け、午前10時38分、右手を上げてゲームセットを宣告。そのまま一礼し、回れ右をしてグラウンドにも頭を下げました。試合終了の挨拶ができなかった選手の分も自分が代表しました。最後まで試合をさせられなかったお詫びと、選手たちは頑張りました。ありがとうございますというお礼の気持ちも込めましたと語っています。
しかし、もっと早く試合を止めなければいけなかったのではないかという自責の念は消えないそうです。プレーボールをかけた以上、最後まで試合を続ける努力をしなければならない。高校生の最後の試合を途中で終わらせたくない。そんな葛藤があり、雨天中止が相次ぎ、大会が押す異例の日程で、通常なら試合開催も難しかっただろう中、それでも両校に配慮し、意思疎通を図る姿が何度も見られました。最後まで球児と寄り添おうとした表情がメディアでも捉えられ、ネット上では、審判員の対応に感動した、自然と涙が出た、との声が聞かれました。いかがでしたか？プレイヤー目線を生かした声かけに、アマ野球審判員としてのプライドと矜持を感じる山口審判員を紹介しました。他にも皆さんがご存知の素敵な審判員がいましたらコメント欄でお知らせください。最後までご視聴いただきありがとうございました。